達也とメイコのほのぼの夫婦ラジオ、野村家へようこそ。皆さんおはようございます。達也とめいこのほのぼの夫婦ラジオ、野村家へようこそ。進行担当の野村達也です。ほのぼの担当の川崎めいこです。この番組は夫婦で声の仕事をしている野村川崎による、野村家に遊びに来ているような感覚でのんびり楽しんでいただこうをコンセプトとしてお届けする番組です。はい、しばらくはこの土曜日朝10時からと水曜日の夜21時からのそれぞれ1時間、週2回でお送りしていきます。ということで奥様、はい、ラジオが始まりました。始まりましたね。いや、このね、夫婦で会話しているのを皆さんに聞いていただくというなかなかないですよね。ね、本当に夫婦でやるラジオっていうことですけれどもね、はい、奥様どうですか、ラジオのご経験っていうのは。ラジオの経験はゲストとかで何度か呼んでいただいたりとかしたことはあるんですけど、うん、こうやって自分がパーソナリティになって喋るってのは初めてですね。あ、なるほど、そうなんですね。私野村はですね、何度かゲスト MC ということで、はい、はい、1ヶ月間のサブ MC でっていうのを何回かやらせていただいたりですとか、あと普段実況やってたりですとか、はい、で番組進行やったりということをやっているんですが。なるほど。では私ははい、そんな旦那さんにおんぶに抱っこで頑張っていこうと思っておりますのでもう最初から全力でこう頼り切るスタイルでもちろんお届けしていこうという奥様なんですね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあしかし改めてこうね、夫婦で喋るっていうのも今面と向かってね、収録しているわけなんですけれども、はい、ね、若干の照れがありますね。なんか普段どうやって会話してたかなみたいな。本当に家では日頃ね、何の気なしに喋ってるのに、何気なく喋ってるし、なんならわりかし今声出してるんで、はい、普段の、ね、元気に喋ってますね。そう、元気に喋ってんですよ。まあなんだって今回はこの土曜日の朝10時から流れているということでね、はい、朝ですね。はい、爽やかにやっていきたいと思っておりますよ。そうですね、爽やかにやっていきましょう。はい、という我々ですけれども、はい、まあどういう人なのかっていうのをですね、この後また改めても紹介しますが、はい、まずは軽くということで、はい、私野村達也はですね、普段はナレーションやったりですとか、うん、実況アナウンサーやったり、あとは声優業で、吹き替えをやったり、キャスターやったりということで、いろいろ喋る仕事をやっている、そんな野村でございます。幅広い。はい、そうですね。ナレーションは報道番組は愛の手を入れるにしてもですね、奥様ね、こう一言すっとこう差し込んで、待つ、そしてなるほど待つという、なんか一つシステムが出来上がりそうですけれども、はい、あ、そうですか。はいね、そんな感じの私野村達也でございますけれど、が旦那です。はい、で奥様の方は、はい、奥様川崎めいこです。はい、はい、私は、そうですね、ゲームですとかアニメなので、なのではい、キャラクターの声を当てさせていただいたりですとか、まあガイガで吹き替えをやったり、はい、ナレーションをやらせていただいたり、いろいろやっております。うん、大丈夫大丈夫処理機能が追いついてないですけど、まだ4分ですけど、大丈夫ですか。ちょっと多めに見てください。だいたい自己紹介はもう今終わりに向かおう。まあ冒頭でも言ったようにですね、進行担当で私野村で、はい、ほのぼの担当が川崎めいこ奥様ということで、そうですね、なぜほのぼのかっていうところはですね、もうおおよそ分かっていただけたんではないかと。まあわりかしいろいろちょっとダメな感じなんですけど奥様はあれですよね、声しっかりしてたりとか、はい、やるキャラクターはこうしっかりしてますけど、はい、割と普段がね、そうですね、わりかし日常はちょっとポンコツですね。自分で言うのもあれですけどまあそういったところが奥様のこう、はい、チャームポイントなんではないかなということで、もう夫婦のラジオでありながら僕は奥様の魅力をたくさんお届けする番組にしていきたいと思っておりますので、どうぞ今日も1時間ですね、この後もお付き合いいただけたらと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、では早速ですけれども、はい、番組の感想などを、ツイッターでハッシュタグをつけてツイートしていただけますと、我々励みになりますので、そうですね、はい、ぜひお願いいたします。聞いている人がいるというのをですね我々は確認したいんですね。そうですね、はい、聞いてくれないとちょっとね、もうただ2人で会話してるだけになって、我が家で喋ってることはなんだ変わらないっていうそうですね、はい、はい、ハッシュタグどんなんですか。はい、ハッシュタグは野村家ラジオでツイートしてください。はい、シャープで漢字で野村家、はい、でカタカナでラジオ。そうです、はい、野村家の野村はまあ普通の野村です。そうですねはい、で、はい、ツイートしていただきますと、我々いいねをたくさん押しに行きますので、はい、ね、まあいろんなつぶやいてくる質問とか感想とか、はい、つぶやいていただければ、番組内で紹介したりとかもね、そうですね、はい、していければと思いますので、はい、はい、ではそんな感じで今日も1時間ゆるりとお楽しみください。野村家へようこそ。改めましておはようございます。野村達也です。川崎芽衣子です。まあ、今回は初回と、はい、いうことですので、はい、声が裏返ってますよ奥様、大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい、我々がどんな人たちなのかというのを、はい、まあ、冒頭でもちょっとは紹介しましたけれども、うん、もう少し深く、そうですね、自己紹介をしてお伝えしていけたらと思っております、はい、よろしくお願いします。はい、奥様の、はい、こう最初の冒頭の5分でだいぶこう売り切れているような感じがいや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 しますけど、そんなことはないですよ。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫、はい、で自己紹介ということで、はい、野村家へようこそ。川崎芽衣子さんという人は果たしてどういう方なのか。そうですね、私は主に、まあ、声優として、はい、ゲームですとかアニメで声を当てさせていただいてるんですけれども、はい、まあ、代表作品としては、はい、アプリゲームで、はい、東京セブンスシスターズという、アイドル育成リズム&アドベンチャーゲーム。おーすごいですね、はい、今決め顔で言ってくれましたけどというのがありまして、はい、はい、まあ、その中で、まあ、アイドルがたくさん出てくる、うん、ゲームで、なんですかね、ちょっと近未来の何十年か先のお話ですよね。ちょっと先のお話の頃で、うん、まあ、アイドルが廃れた世の中という設定の中で、新たにそのアイドルとしての道を歩み出したり、まあ、いろんな出来事があったり試練を乗り越えながら、はい、成長していく、まあ、少女たちの物語があるんですけれども、まあ、篠田みなみさんの春ちゃんをはじめとする、いろいろな、ね、はい、アイドルが出てくるストーリーですけれども、はい、でその中で私がいるのは、はい、その舞台のから少し前にの時代に、アイドル全盛期時代に伝説のアイドルとして存在したセブンスシスターズという伝説のアイドルグループがあるんですけれども、その中のメンバーの一人、若王子ルイという役をやらせていただいております。いやー、もうこのアプリも何年ぐらいですか。もう次の2月で7周年になるって言ってました。はい、アプリが始まった2014年かな。いやー長くね、いやー長く、つい先日もね、若王子ルイさんの誕生日のボイスがアプリの中で流れて、いや伝説のユニットの中の一人っていうところにね、そう据えられてるわけですよ。ね、宝塚の王子様のようなすごくかっこいいキャラクターで、まあただ日常はこたつにみかんが最高みたいな、はい、いやだから話を聞いてると割と奥様近いんじゃないかなっていうねいやまあどうですね、かっこよさはちょっと私には出せないけど、いや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 、あなたがやってるんでしょだってキャラクターを、ね、私がやってるの、ね、ライブの時には、ねはい、過去のブルーレイとかでね、はい、はい、ライブ出てますし、私もね現地で見させていただきましたけど、いやいやいや、ありがとうございます。ライブのたびに若王子ルイが金髪のキャラクターでね、そうで背が高いんですよ、はい、170センチかぐらいありますよね、170センチなんですけど、うん、そう私も身長173センチありまして、はい、なので身長でカバーみたいな、うん、だから本当にこう七室っていうのは奥様しかり他のキャラクターもしかり、うんはい、結構キャラクターとキャラクターボイスをやってる声優さんの親和性が近いというか、はいはい、皆さんなんか共通点が結構ありますよね。うん、結構この子はこのキャラすごい合ってるみたいなのありますよね。だから奥様もライブの時にはこう、はい、過去何度かはね金髪でライブに出たりとかっていうことを、はい、いやもうだってせっかくだからなんかやっぱ楽しんでもらいたいじゃないですか。うんね、そしたら、ね、私じゃないよルイでいたいみたいな。いやだからね私もこうだから関係者席にね、うん、お呼ばれしてお伺いして見ているわけですけれど、うん、いや手前味噌で大変恐縮ですが、いやなんかカードから出てきたかのような奥様は本当に若王子ルイだなっていうのをですね、私は関係者で同じく関係席、はい、隣にいるあなたのお父様って妹さんとですね横並びでですねいやあそこにめいこさんがいますねっつってねうちの娘すげえなみたいな、そうすごいですねみたいなことをこう一家でだから団らんしながらですねライブを楽しませていただいたりいうことで、その他奥様ははい、キャラクター代表作いくつかあるんですけれども、はいまずゲームで、はい、モンスターハンターワールドという作品がありまして、まあ、その中で主人公が、はい、第5期団というグループというかチームに配属されてるんですけれども、うん、その中の同じ第5期団のメンバーの一人で勝ち気な推薦組という編纂者ハンターをサポートする、うん、そうですね、そうですね、役割を果たす女性を演じさせていただいております。ね、あれが、うん、だからいわゆるその同期の仲間たちっていうキャラでいるのかなと思ったら、はい、アップデートしたらね、はい、あなたなんかサポートし始めて。そうですね、物語の中でね。ね、はい、元々のねパートナーがなんか自分の、うんね、やることがあるって言って抜けるってなったら勝ち気な推薦組出てきてだったらしばらく私があなたのパートナーよみたいな展開に、ねねね、なったりするので、はいはい、素晴らしい活躍をしていたり、はい、あとはそうですねゲームだともう一つ、はい、オーバーウォッチっていう、うん、ゲームがあってヒーローたちが、はいまあ、たくさんいるんですけども、うん、こうバトルする随分ざっくりとまとめましたけどまあ合ってますよね。はいはい、まあ、だから各々の武器をそうですね、いろんな能力を持ってたりとか、うん、武器があったりとかで戦う、まあ、ゲームがあって、その中でアッシュっていう、うん、ちょっとアウトローなギャングのリーダー、はい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 、結構荒くれてますよね。そうですね、荒くれ者のいやーもう本当はい、この奥様が荒くれているっていうのをですね、はい、ぜひ皆さんもオーバーウォッチをやってみて、はい、あとでも荒くれてるといえばはい、セブンスシスターズでも、はいはいはい、若王子ルイの他にやってますけど、はい、もう一人蓬莱滝っていう、うん、女の子を役をやらせていただいて、この子は何ですか、現代のアイドルの子たちの中にライバルとして、うん、ライバルじゃないな、敵ですよね。敵ですね。敵として立ちはだかるグループの一人、アクシズというグループがあるんですけども、うん、その中の一人のメンバーとして、はいはい、出てきて、まあ荒くれてるっていうのかな、うん、だいぶひねくれてる、ね、敵であり、はい、そして若干の小物感があるっていうねまあ可愛いんですよ、そういうところ。なんか SNS の評判とかをこう見たりとかね、なんで全然私のことつぶやいてないじゃないかみたいなあれも面白いですよね。伝説の6人と同じ声を持った6人が敵で出てくるっていうんですから、よく練られたお話で、うん、アニメもやってますよね。はい、アニメですと今放送しているアニメだと僕のヒーローアカデミアというアニメがあって、はい私が出てたのは多分3期かなぐらいですかね、はい、メインでね出てて、はい、そこでヒーローのチームで、はい、プッシーキャッツというチームがあるんですけれども、うん、その中の一人のメンバーマンダレイという役で出させていただいております。はい、素晴らしい。はい、いやヒロアカはね夫婦でもともとね好きだったんですよ ねアニメ1期から見ていてね、もう涙を流しながら見ている作品によもやうちの奥様が出るとはって夫婦で喜びましたね、その時も。いや嬉しかった嬉しかった、ね、あとはね進撃出たりとか、そうですね、進撃の巨人も、ね、最初の頃ですけど、ちょっとだけ。いや、印象的なシーンだから、僕もよくこう人にね、会って話したりするとき、うちの奥さんも声優やってるんですって言って、どんなのやってるんですかって、進撃でっつって、まずそのタイトルですごいって言われて、どこで出てるんですかっつって、ガスを取りに行くときに、図書館だ、図書庫かなんかに立てこもっていて、で、隣で自害してしまう男の子の横にいた女の子で、あなた何をしてるのみたいなことを言うのうちの奥さんですけどなかなか皆さん覚えててくださっているので、なかなか最初の方のシーンでは衝撃的な場面ですよね、あれね。なんでね、そういうとこに出てるっていう奥様ですし、最近だと我々夫婦でナレーションやったりとかっていうこともね、いくつかやらせていただいていて、おかげさまで旦那様がいろんなところで私のことを宣伝していただいて、いやこれだけ私ね、代表作ってなかなか縁がないですけど、奥様いろんなものがあるので、そういうとあと話が弾むんですね。っていうところから、じゃあ夫婦でナレーションやってみませんかみたいなの、また番組の中でもこんなことやりましたってご紹介できたらと思っておりますので、ある程度野村夫婦のことを分かっていただけましたでしょうかね。分かっていただけたでしょうかね、大丈夫かな。こんな我々がお届けするラジオですということで、どうぞ野村夫婦をこれからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではここで最初の曲をお聴きいただきましょう。奥様の方から紹介をお願いいたします。はい、では私の、まず第1回目ということで、せっかくですから先ほどご紹介させていただいた東京セブンスシスターズの中で、私が所属するセブンスシスターズが歌う楽曲がありまして、これが2015年4月23日に発売した東京セブンスシスターズのファーストミニアルバム「ロンギング・フォー・サマー」、これは最初の T7S で。これなんて読むかちょっとわかんないんですけど東京セブンスシスターズの略でしょう。そうで、何ですか、ロンギング・フォー・サマーの中に入っている「スター・グリッター」という曲を流させていただこうと思います。こちらセブンスシスターズの中で、東京セブンスシスターズのゲームの中でも主題歌として当初流れていた曲で、物語進めていただくと、これが意味とかもなんとなくこうなのかなみたいな思ったりすることもあるので、ぜひ皆さんゲームやってください。そうですね。ということで、それではまず聞いていただければと思います。はい、セブンスシスターズでスターグリッター。野村家へようこそ。続いてはいただいたお便りをご紹介していくコーナーです。事前にツイッターなどでね、お知らせをさせていただきまして、番組始めますのでお便りくださいというのを、ツイッターなどで告知したところ、たくさんのお便りと質問などをいただきまして、いや本当皆様ありがとうございます。ありがとうございます。で早速紹介していただきたいんですが、このですね曲が流れている間に私ですねディレクターさんからですね、野村君若干ちょっとウキウキが過ぎると。ちょっと浮き足立ってるよということを言われてしまったので、ちょっとここから私は落ち着いて喋っていきたいと。いつもの野村達也に戻れといけないですね。ちょっとこう顔がですねニコニコしすぎてしまったのが声に乗ったのかなと思いますので、落ち着いていきたいと思います。では早速いただいているお便り、もうこれ今週だけではとても紹介しきれない量をいただいてしまったのでね、何週間に分けてご紹介させていただければと思います。それでは奥様お便りの方紹介お願いします。そしたら まずは、ラジオネームはるかって呼ばれたいさんから、はるかちゃんありがとうございます。はるかさんありがとうございます。はるかさん、めいこさん野村さんこんにちは。こんにちは。お二人のラジオ番組おめでとうございます。ありがとうございます。いつも仲良くお互いを支え合うお二人は世界で一番憧れで大好きなご夫婦です。あららら。そんなお二人のラジオが聴ける日をずっと楽しみにしていました。お二人が楽しんでラジオができて、お二人の魅力がたくさんの人に伝わる、そんな素敵な時間になりますように応援しています。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。ここまで言ってくださる方がね、応援してくれるっていうのは嬉しいことですね。嬉しいことですね。もうこれも達也さんがね、私のことをツイッターでいろいろ喋っていや違いますよ。あなたのね、ファンの方がですね、旦那さんもいるんだな、旦那さんは奥さんのことをツイートするんだな、じゃあフォローしようみたいな感じでね、私としてはもう奥様のおかげでと思っておりますので、ありがとうございます。なんか魅力が伝わる時間になったらいいですね。そうですね。では続きいきましょうかね。はい。はい。どうしました？はい、ちょっとこれ読んでみますね。はい。はい、世にも珍しい声優夫婦ラジオを野村さん&めいこさんが行われるということで、今から楽しみでなりません。はい、さて野村さんご夫婦といえば、いつも奥様愛にあふれた野村さんのツイートが有名ですが、はい、長年仲良しでいる秘訣は何ですか？うん、お仕事が一緒だと喧嘩することなんてあるんでしょうか？うん、うん、これからも放送を期待しております。ありがとうございます。はい、これはあれですね。はい、辻あゆみちゃんですね。声優仲間の先ほど話した東京セブンスシスターズでは、はい、同じグループの、はいね、セブンスシスターズでね、あなた一緒にやっている、はい、一緒にやっているんですよ、はい、辻あゆみさんから、はい、わざわざお便りをくだすって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ツイッターで送ってくれ、みんなね、お便りくださいって言ったら、はい、あゆたんがね送ってくれてね、もう我々もね送ってくださいって2人で言ったら本当に送ってくださってね、ありがとうございます。優しくてね、本当ね、本当気配りのできる辻さんですからね。そうなんですよ、めっちゃ先輩なんですけどね、芸歴としては全然優しい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもう一人まあ身内というのか身近な人からいただいてるんですか。はい、これが、めいこさん、野村さん、こんにちは。こんにちは。ラジオで推し夫婦の声が聞けるなんて素晴らしいです。ありがとうございます。お二人の人柄が大好きです。仲良し夫婦の秘訣なんかも聞きたいです。よろしくお願いします。はい。はい。こちらは森千里ちゃんですね。もうなんかあれですよね、結婚式の祝電みたいな感じになってきましたよね。誰々様からお祝いのことをいただいております。ちいちゃんなんて本当に結婚式来てくれましたからね。あ、そうですよね。いや、森さんありがとうございます。推し夫婦なんて言ってくれてね、同業の方からそう言ってくださるっていうのはね、ありがたい。なんか結構皆さんあれですよね、秘訣はとか、なんかありがたいことにね、仲良し夫婦というふうに見てくださって。見てくださってて、はい、そんな感じのお便りがいくつか来ておりますので、はいはい、ちょっとご紹介したいと思います。お願いします。はい、まずはラジオネームパラビアブリカルビさん。はい、よく読めました。ありがとうございます。はい、パラビアブリカルビさんですね。はい、はい、いつも仲良さそうなお二人ですが、うん、夫婦喧嘩ってありましたか？あ、なるほど。はい、またその原因もありましたら教えてほしいです。はい。はい。そしてさらに。ラジオネームはないんですけども、はい、野村家の夫婦円満の秘訣を教えてください。はい、お互いにこれだけは守っていること、うん、破ってはいけないと思っていることが知りたいです。なるほど。はい。今日は、最後藤本さん。藤本さん、はい、はい。どうしたらそんな素敵結婚生活を送れますか？ありがとうございます。はい、藤本さんってのは我々の認識が間違ってなければ、私のナレーションでね、よく仲良くさせてもらってる藤本さんですかね。ですかね。もしその藤本さんですと「ヒルナンデス」などで声が聞ける、ね、男性の藤本さんですけれども、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございますということではい、お便りいただいたので、そのあたりいろいろ話していけたらと思うんですけれども、そうですね、はい、仲良しでいる秘訣は何ですか？秘訣ね、何ですかね、いつもあまり細かいことを気にしないってことですかね。だから奥様は割とねおおらかでいらっしゃるので、ああ、いやね、旦那さんもねえ、急に旦那さんって呼びましたね。ねえ、はい、なんでまあ私よくやっぱりね普段でも聞かれるんですよね、うん、こう仲良くやってるねとかっつって、まあ、言うのはあれですよね、まあ、真面目に答えるとっていうところで恥ずかしいんですけど、はい、感謝と思いやりみたいな話は、あ、よくねそういう話は私よくしますね。やっぱりこう何かしてもらったら当たり前、うん、よく言いますよね、当たり前ではないんであるみたいな、うん、だから何かしてくれたらありがとう、お皿洗ってくれたらありがとう、うんね、洗濯してくれたらありがとうみたいな、だったり、こういうことしたら喜ぶかなみたいな思いやりがあったり、そうですね、そんな感じですかね。ね、あとはまあ本当気にしないってことですよ。だからまあ我が家ねなかなかお見せする機会もないですしね、見せることも難しいんですけれども、まあ洋服が軽くとっちらがったりですとか、はい、はい、物がね手に届くところにこう広がってたりするのを、うん、大体同じぐらいの適温でそれを許容しているっていうのがいいんですが、うん、若干僕の方がだらしないというところはあるんですけど、なんでそれをこう完全にこうね気にすると、うん、あれが例えば靴下1個落ちてるとか、うん、なんかカバンがいつものとこに置いてないとか、うん、っていうことをお皿をしまってないとかを言い出すと、多分ちょっとこう軽くギスッとする。のかなって思うんですけれど、ね、そこら辺がお互い適度に緩い、適度に緩く、はい、適度に楽しそうにね、捨ててある靴下をこう投げつけるみたいな、ね、そうですねなんで喧嘩っていうのもね、そう喧嘩もしたことが、はい、多分ないですね。僕の認識でもないですね。ないんですよね。例えば面と向かってなんかこう声がでかくなって口論するだったりとか、うん、あるいは目を合わせて顔を合わせても口を利かないとか、うん、っていうことはないですね。多分ないですね。ですよね、うん、だからどっちかっていうとお芝居の話、ナレーションの話とかで突き詰めて話していった時に気づくと、あなたがね、そうなんでどっちかっていうとお芝居の話だったりとか、はい、ナレーションの勉強のことを話している時に、うん、こうついねお互いの意見とかがねこうぶつかり合っていて、気づけばあなたがこう、そう私わりかしなんですかね、感情を高めると、はい、まあ嬉しかろうが悲しかろうが、はい、楽しかろうが言いましたよさっき言いましたよ、はい、大丈夫ですよ、どっちも言ってますよまあ喜怒哀楽何にせよってことですね。何にせよ結構わりかし涙もろくて、そうなんですよね、うん、なので気づくとね、はい、涙すんすん言い出してて、あれっつってそうそう、まあ、ただそれはまあなんか自分の中でのことなので、はい、うん、全然それは気にしてなくて、まあそれを私がなぜこんな泣いてるのか自分でも分かんなかったりするから、はい、それを旦那さんがなんかこう一つ一つね、うん、理論的に紐解いていってくれるんですよねまあだからそれが奥様としてもそれを良しとしてくれている人なので、うん、ありがたいですよね。そうですね。だから多分このね、達也さんの理論武装みたいなのは、はい、うん、人によっては多分嫌だと。理論武装って言われますかいやだから僕最初ね、うん、最初の頃はそれを理解せずに泣いてしまったので、あ、うん、申し訳ないことしたなっていう話をしたりとかして、うん、で飲み会行った時にやっぱ聞かれるんですよ、喧嘩しないのって。だから喧嘩はしないんですけど、こういう時に相手が泣いちゃって、うん、そういう時に野村さんなんて言うんですかって言って、うん、僕がいやなぜ泣いたのかをちょっと教えてくれと。はあ、そしたら次からそこは、うん、なるべく回避して話ができるのでっていう話をしたら、うんうん、あなたがその時かける言葉はそうじゃないなんてひどいんだ慰めの言葉を欲しているだろうにって言われて、も責められたこと何回かあって、あ、そうなんだ、うん、ね、今理論武装って言ってくれましたけど、はいはい、僕は理屈がね強い人間なので、うん、どうしてもこうなぜそうなるのか、じゃあそうならないようにするにはどうしたらいいのかみたいなことを聞きたくなってしまうんですね。はいはいはい。なので奥様はどっちかというとそれでもまあいいっちゃいいわけなんですね。まあ、私もどっちかというと理論派でありたい感覚派みたいなところが、はい、奥様ぶっちぎりで感覚派ですよねだからなんか答えを出したいんですよ。ただ答えが出ないから、うん、それを一つ一つこう理論で、あ、なるほど、その理由はなぜみたいな話をされると、うん、なるほど、これはどうなんだろうなとか、いろいろ自分で考えて、うん、なるほどみたいな、腑に落ちるみたいなところがあって、まあ、そこのねなんかきっと相性もいいんじゃないかななんて、ね、はい、奥様はねやっぱ感覚派なので、顔で理屈は分かっているが納得できないっていう顔をする時がねあって、あ、そうすると、お、なるほど、はい、はい、この話はトークテーマは時間が長くなりそうだなって僕は思いながら話をするんですけどはい、はい、その他、うん、お互いにこれだけは守っていること、破ってはいけないと思っていることが知りたいです。何ですかね。何でしょうね。まあだからあれかな、あんまりきつい言葉を普段からそうですけど、あんまり言いたくないなってのはあって、そこも共通してますよね、うん、僕もあんまりなんかあまりこうよろしくない言葉を使ったりとかっていうのはあんまり したくないので、うん、そういうのは守ってますかね。そうですね。なんか結構ねその感情的になってこうバーって言った後に、うん、はい、後悔することが過去のいろんな生きてきた経験の中であるので、はい、まあだからね気持ちってすぐ変わるもんだから、はい、ですねそうそうそう、その辺をあんまりね言わないっていうのは、うん、気にしてる、気をつけてるってこともないですけど、まあ普段から意識してることかなってことなんですかね、うん、多分そうですね。だから僕もとりあえず尊敬したりリスペクトしたりっていうのはまあお互い多分あると思うので、うん、そこの上でまあ結婚してっていうことですからね、この世の中で一番大事にしたい人だっていうところを僕は公共の電波で何を恥ずかしいこと言ってんだって思いますけど、ただそれは思って生きてますね。で藤本さんのどうしたらそんな素敵結婚生活を送れますか、もうこれは僕からすると本当に奥様の人柄のおかげですとしか言いようがないんですよね。いや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 、本当にこの朗らかで日々楽しく過ごさせてもらっている奥様のおかげですということなので、藤本さんもぜひそういうパートナーが見つかることを願っております。それでいいんですか。だってそれ以外言いようがないです。あとはもう思いやってください、感謝と思いやりですと。なるほど、はい、うん、とそんな感じですけどどうですかね、はい、うん、ということでですね、まあはい、今回まだたくさんいただいたんでご紹介できなかったお便りもありますので、はい、来週以降もどんどんお便りご紹介していきたいと思っております。はい、で引き続きお便りはもちろんお待ちしておりますということで、宛先はですね、はい、我々独自でちょっと勝手に取ったアドレスがですね、はい、ありまして。野村家 .radio@gmail.com ということで、はい、nomurk 野村家でドットを打っていただいて radio@gmail.com と局の方にももちろんアドレスがございます、はい、こちらが info@892fm.com info@892fm.com こちらでも届きます。ファックスもお待ちしております、千葉 043-441-5592043-441-5592 番までファックスもお待ちしておりますということで、引き続きこんなことを聞いてみたい、質問、はい、応援メッセージでもいいです、はいはい、たくさん送っていただけたらと思っております、はい、お待ちしております。それではここで一曲お聴きいただきたいと思います、はい、私から、セレクションさせていただきまして、私映画のですね007が大好きなんですよ。そうですね、全部はい、DVD ブルーレイ持ってるね、持ってます持ってます、うん、で新作がねもうちょっとね情勢のせいでうん、上映が長引いてちょっと延期しているので早く上映見に行きたいなという気持ちを込めまして、はい、ジェームズ・ボンドのテーマをお聞きいただきましょう。ちょっと失敗した。ちょっと失敗。もう一回いいですか。はい、はい、もう一度。はい、映画007ジェームズ・ボンドのテーマをお聞きいただきましょう。野村家へようこそ。コーナーどうするかのコーナー。全問答のようなコーナーをどうするかを考えるコーナーです。はい、そうですね、まあ、ラジオ番組ということですので、はい、まあ、我々がね日頃のトークだけではなく、うん、いろいろなねせっかくなんでコーナーをやっていきたいなと思って考えておりまして、はい、でお便りでもコーナー案をですね募集したところ、うん、いや皆さん考えてくれるものですね。ありがとうございます。いくつかですねコーナー案をいただきましたので、はい、ここではそのコーナーをどうするかのコーナー案を紹介していきたいと思います、うん、はい、この中でねなんかいろいろコーナー作っていけたらいいかな、そうですね、実際にね後々やってみたりして、はいね、まあ、あとは皆さんからのお便り次第というところですが、そうですね、どんなコーナー案来てますか、めいこさん。はい、ではいくつかあるんですけども、まず、ゆうずるさんからいただきました、はい、ありがとうございます、はい、めいこさん、達也さん、こんにちは。こんにちは。大阪府のゆうずるです。あ、遠いところからありがとうございます。僕は最近いろいろと忙しくて、やることに優先順位をつけないと大事なところで手詰まってしまいます。うん、大事な配信のチケットを買い忘れたり、見逃し配信の見れる期間がいつの間にか終わってしまったり、後の祭り状態に陥ることもしばしば。はいはい、そこで企画なのですが、野村家の〇〇ランキングなんてのはどうでしょうか。なるほど。うん、お二人の日々の中での出来事に順位をつけて毎回発表して野村家のことをよく知ろうという企画です。うん、なるほど。手始めにお正月らしい野村家のお餅の食べ方ランキングをお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なるほど、うん、まあでもこの優先順位をつけないとっていうのはね、いや私もねよくある、いや我々ありますよね。ねえ、なんかこう気づいたら、まあ、まさにね、うん、こういうので見逃し配信とか、うん、何かの申し込みを忘れたりとかやりますね。やりますね。私ほぼ忘れるのでほぼ忘れるのでってすごいですよね。まあ、もう本当にほぼ忘れるので、はい、全部書いてます。いやあなたたまにありますよね、うん、一緒に出かけててね、うん、郵便はがきを出すっていうことを私に言ってくださいってそれ僕が忘れたらどうするのって私は覚えてませんってすがすがしいなってことがありますよね。大体ねポストに出したいものは必ず持って帰ってくるしね、聞いたらね全部持って帰ってきました今からもう一回行ってきます。いや僕もそうなんですよ、うん、僕もありますあります。忘れたら銀行行ってくるねっつってもう一回出かけたりありますからね。はい、ということで〇〇ランキングということでお餅の食べ方ランキングですって、はい、お餅の食べ方ランキング、はい、どうです一番最初に上がるって。順位1位から？どっちからでも。いくつあります？3個ぐらいしとこうかじゃあ。いや僕5個もお餅の食べ方あんまないんですけど、めいこさんの中で、はい、奥様の中でお餅の食べ方ってどんなのが、まあ、ランキングは別として。ランキングは別として好きなのはまずはお汁粉。ああなるほどなるほど。お汁粉入ってますね。美味しいですよね、はい、でお正月なんでお雑煮も美味しいし、きな粉でまぶして食べるのもいいですし、あとは私は本当プレーンがもう何にしても好きなので、はい、ただ餅ホットケーキのプレーンとかわかるんですよ、うん、ホイップクリームがないとか、うん、バターだけと、うん、もお餅で本当にそれ以外何の味付けもしない、はい、あれ焼いただけ、焼いただけだったりレンチンしたりしただけですよね、はい、はい、の餅がドーンと出てきて、うん、食べてるんですよね、うん、僕はちょっとギョッとしましたね。いやお餅本来の味が楽しめるじゃないですか。奥様は割と素材本来の味を楽しませたがりますよね。そうほんのり甘いとかが大好き、はいはいはいね、そうすると僕はじゃあ僕は醤油を取ってこようかなっつってなりますけど、はい、はい、まあなるほどいくつかありますね、うん、ランキングつけるとどうですかね。ランキングつけるとまあ1位が1位から言っていいのかな。どうぞどうぞ。1位はやっぱ何もつけないすごい お餅の食べ方いくつか提示してくれましたけど、何もつけないが1位に入るんですね。でなんだろうないかな。最近、はい、ネットでちょっと話題になってちょっと試したじゃないですか、はい、バター。あー食べましたね。お餅にバターあれめっちゃ美味しい。カロリーオブカロリーみたいな感じのね。あれ美味しかったですね。あれ美味しかった。あれは今のところ2位にしときましょう。もう進行勢力が一気に2位に入ってくる。3位なんです。3位が悩ましいんですけど。奥様マイクから遠いですよ。ごめんなさいごめんなさい。3位悩ましいんですけど。はい。でもお汁粉かな。なるほど。数ある中でお汁粉。うん、大丈夫です。そんなに悩むことでもないし聞いてる人も1位なんだろうなっていう手を多分聞いてないので気軽に言ってください。達也さんはね、そうですね、僕そうするとやっぱ1位お醤油。ああ焼いてお醤油、はい、でもなんだかんだで一番それで食べてますね。じゃあなぜあなたのランキングの3位までに入らないんですか。なぜそのど定番が入らないんですか。殿堂入りってことで。あ、なるほど、うまいですね。あときな粉でお雑煮、はい、はい、あでもそうだ、僕も甘いの好きなので、うん、焼き醤油が1位で、2位にお雑煮、うん、じゃお汁粉が入って、うん、3位きな粉、うん、で作ってくれたツナとチーズのっける餅、 あれ美味しいですね。そう、あれ美味しいね。ね、いや、美味しい美味しい。あなたはもういくつか提案するとランキングコロコロ変わりそうですけど、あれ美味しかったですね。美味しかった美味しかった。あれもネットかなんかで。あれは知り合いに教えてもらったんですよ。はい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 。ツナマヨ、ツナ缶でツナマヨ作って、お餅の上に乗っけて、上にとろけるチーズ乗せて、お餅を焼く。そうですね。もうそれだけで美味しい。あれはよくできた食べ物だなと思って、僕は奥様の腕を見直しましたね。私の腕というか、はい。ああ、教えてくれた。教えていただいたレシピのおかげですね。はい、まあでも、お餅っていうとね、あなたね、1年、もう2年前ですかね、はい、はい、年末に私がね、実況でいないときにですね、家の中でですね、軽いぼやを起こしたっていうのですね。そうですね。グリルで餅焼こうとしたら、なんか燃えちゃったっていう。あれびっくりしましたね。僕、帰ってきてから聞かされたんでびっくりしましたね。そう、ね。実況で出張して帰ってきてから、実は餅を焦がしましてって。そう、なんかね、ちょっと様子見ようと思ったら、はい、グリルの中で炎が上がってて人って一瞬何かどうしたらいいか分かんないって思考止まるんですよね。すごいしばらくちょっと見ちゃって、いや消してくださいよ、眺めちゃって、これはどうしたらいいんだろうみたいなっていうぐらい、なかなかね、うん、ミニキャンプファイヤーぐらい燃えてたんでしょ。そうそうそう、グリルの中で引き出したらこう炎が上がってて、いや危ない、いやよかった、気をつけていただきたい、はい、なんでランキングそんな感じで、いや盛り上がりますね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これはぜひランキング、聞きたいランキング、皆さんメールでくれれば、いくらでも話しますので。いろいろお話しさせていただきます。その他にもコーナーあるんですよね。はい。野村家へようこそ。では次ははるかって呼ばれたいさんから。ありがとうございます。はるかさん。ありがとうはるかさん。はい。はい、こちらは美味しいを伝えるコーナー。お二人とも食べることがとっても大好き。そうですね。そうですね。そして声で言葉や情報、気持ちを伝えるプロというわけで、はい、写真や映像もない中、その週のお題の食べ物（料理）の美味しさを即興で声で伝えてみちゃおうというコーナー。なるほど。はい、アテレコ風やナレーション風、野村さんは実況風などなど、はい、よりお互いやリスナーさんを美味しそうって気持ちにさせた方の勝ちです。なるほどね。なるほどなるほど。みいこさんの美味しいがとっても聞きたくて、はい、そして野村さんに焼肉の実況をしていただきたくてという願望を丸出してすいませんということで、いやさすがにありがとうね。ここでね焼肉を焼いてね、警報器が鳴るっていうのもよろしくねまあさっきから何回かですね、あれは訓練かなんかビルの訓練か何かなんですかね、うん、ちょっとチャイムベルが鳴っているんですけど、特に我々が喋っているこのビルが火に包まれているわけではありませんので気になさらずにですね、ご安心ください。気になさらず聞いていただけたらと思うんですが、はい、まあ食べ物を食べる、うん、いいですね。そうですね。私たちね食べるの大好きですからね。そうですね。本当に何にも増して好きですね。なんかね、何かあったら何食べ行こう、何食べ行こう、私もつい気軽におやつを買ってきたよなんつってね、収録のたびに私がそろそろ痩せたいと言ってね、はい、ダイエットするぞって言って、うん、達也さんがのに、はい、ちょっと現場行って、はい、帰りに美味しいもの買ってきちゃったみたいな、はい、ただ僕もそう思っているので確認を取ると買ってきて良いというですねじゃあゴーサイン出たなあれなんか痩せるって言ってたけどゴーサインは出たな、じゃあ買って帰ろうっていうことなので、私も過去何回かゲスト MC ではい、お邪魔した時に、うんうん、相手のパーソナリティさんに私のおすすめするお菓子を食べてもらったりっていうことをやったりしていたことがあったので、うん、ぜひこれは後々ね、はい、お菓子や何かを持ち込んで、そうですね、奥様に食べていただいたり、美味しいものを食べたいね。ね、美味しいものを食べるだけじゃなくて伝えてくれって書いてありますので伝えるか、ね、はい、伝えるはなかなか難しいぞ。甘くて美味しいですねっつって終わるかもしれませんけど、美味しいって言って、はい、美味しいバリエーションでいいのかな。ああ、なるほど。メイコさんの美味しいがとっても聞きたくてって言ってますからね。なるほど。まああなたが多分美味しそうに食べていれば多分それでいいんじゃないかと思いますのでね、これはぜひ何かね、私や奥様のおすすめお菓子、うん、あるいは皆さんの方からでも、はい、まあ買えるものであればね、うんうん、どこそこ地方の何でっつってね、通販ありませんって言うとちょっと買いに行くのが難しいんですけどそうですね、もし買えるものでねおすすめなんかあったら教えていただいて、うん、まあ千葉でね、そうですね、千葉いろいろ、はい、名産があると思いますのでね。あなた今ね、あれ言うの忘れるけど、あなた千葉出身ですからね。そうなんですよ。私そう千葉で千葉市出身ですから。ですよね。はい。なのでいろいろね千葉ゆかりのものとかも、はい、教えていただけたら。教えていただけだって私は初ないんですかね私初はもうピーナッツ味噌ぐらいしか思い浮かばない、まあ、でもそうですよ。私東京出身ですけどね、東京タワーに頻繁に行くかっていうとね、雷おこしをそんな頻繁に食べるかっていうと、うん、そうじゃないのとやっぱ近くてね、地元っていうとなかなか、ね、意外とね知らないってことも多いと思うので、はい、まあ、このね番組内で紹介もしていけたらいいなって思ってますので、はい、お願いいたします。その他、はい、その他こちらもはるかって呼ばれたいさんから、ありがとうございます。はい、はい、こちらはですね、千葉に関係することですね。ええ、千葉市についてめいこさんがお話しするコーナー、はいはい、千葉市ご出身のめいこさんが、うん、千葉のおすすめスポットや思い出の場所など千葉についていろいろお話ししちゃおうというコーナー、うんうん、またポートタワーや稲毛浅間神社、はい、稲毛の浜や千葉市民会館などおなじみの場所の PV をもし作ってみたらこんな感じかなと架空のナレーションを当ててみたものなどもお聞きしたいです。めいこさんの推しの千葉市動物公園のハシビロコウさんにボイスオーバーを当てて勝手にプロモーションしたり、はい、あとは千葉あるあるの再現アテレコを東京出身の野村さんのツッコミ付きでやってみるとかも楽しそうです。はい、ということでね、はい、そうなんですよ。私千葉市出身でね、いつまでもう20歳過ぎぐらいまでずっと、はい、千葉に住んでおりまして、うん、いくつかこのね、うん、建物名とか挙げてくれましたけど、どうです？稲毛浅間神社なんていうのはもう、はい、毎年夏祭りですとか、うん、あとはお正月の初詣とかはもう毎年行ってますね。まあ、情勢がねこうなる前は私もね一緒に行ってお参りしたりとか、おみくじ買ったりしてましたね。ね、そう、ここ多分この周辺だと結構大きな神社、うん、で夏祭りとかは10万人ぐらい、すごい、はい、来るって言われている感じでね、はい、屋台とかもいろいろ出て楽しいんですよね、うん、毎年7月14日が前夜祭かな、はい、で15日が本祭みたいな感じで、まあ、結構ねはい、ご家族で行ったりとかそうですねしてたって言いましたね、うん、なるほど、はい、についてお話しするコーナー、うんうんうん、はい、橋広公さんね、はい、有名なんですね、はい、千葉の動物公園にいるんですけども、はい、橋広公ももう本当私が子供の頃からいて、うん、へえ、ね全く微動だにしない、はい、姿がすごいね凛々しくてかっこいいですよね。に当ててみたりしますかね。当ててみるかな声をねなど、まあ、こういうのも考えてみたらというところでいただいております、はいはい、うん、そうですね、うん、いろいろなんか楽しいことができたらいいなと思います、はい、で他にもいろいろコーナーの、メールいただいておりますので、はい、ちょっとこれまた来週とか以降で次回以降で、はい、次回以降に、はい、なんかいろいろお話できたらいいななんて、はいはい、思っております。皆さんたくさんのコーナーありがとうございます、はい、ありがとうございます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。奥様、はい、曲紹介をどうぞ。はい、では私の次のおすすめなんですけれども、はい、はい、まあ、私ですね一押しのアイドルがおりまして、なるほどなるほど、はい、ジャニーズのね、はい、ニュースというアイドルが今、はい、一押しなんですよ。存じております。存じております。まあせっかくね私たち自分たちの番組を持てるということで自分の趣味を全開に押し出していこうかなと思いますので、まあ、ちょっと応援できるものはね、はい、応援させていただこうと思いまして、はい、まずこのね去年の12月23日に、はい、ニュースがグループ初のトリプル A サイドシングルというのを発売しまして、はい、うん、これがビューティフル、チンチャウマッカ、カナリアの3曲が、はい、入った、うん、A サイドシングル、トリプル A サイドシングルが発売されまして、うん、はいはい、まあ、それを私は応援したいということで、皆さんにぜひ聴いていただければと思います、はい、で今回はまず1曲ですね。その中から「ビューティフル」という曲、これがニュースの増田貴久さんが主演のテレビ東京系のドラマ「レンタルなんもしない人」の主題歌だったんですよね、はい、うん、でこの中で口笛とかがすごい口笛に乗って、ね、そうすごい優しい感じの音楽なんですけれども、うん、この口笛はね増田さんが吹いてらっしゃるということで、 そう、はい、そこもぜひ注目して聞いていただければと思います、はいはい、ではニュースでビューティフル、野村家へようこそというわけであっという間に、はい、第1回目のエンディングのお時間になりました。はい、エンディングのお時間です、はい、いやー喋ってみるとね、あっという間だったね。あっという間ですね。いや、どうですか夫婦ラジオの初回。いやー、まあ気楽なものですね夫婦ですからそうですね、まあ、私も最初こそ浮き足立ちましたウキウキが止まらなかったですけど楽しいですね。楽しいね。皆さんが楽しんでくれてたらいいんですけど。いや本当に本当になんかこう、ね、冒頭でも言ったような野村家に来たような感じで、はい、ね聞いていただけているのかどうか。それがね、はい、どうでしょうね。皆さんぜひハッシュタグをつけてね、はい、野村家ラジオで言っていただきたいなと、はい、感想をねお願いしたいと思ってますけど、感想ないなっていう人もですね、はい、聞きましただけでもあ、聞いてる人いるんだなって我々思えるだけでね、張りが違いますからね。それがないとね、うん、これじゃあいよいよ家でいいんじゃないかっていう感じになってしまうので、はい、ぜひハッシュタグ野村家漢字ラジオカタカナ野村家ラジオでつぶやいていただけたらと思っておりますのでね、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、引き続き、お便りもですね、うん、これからも募集しておりますので、はい、宛先がですね独自のアドレスの方が野村家 .radio@gmail.com nomurk で野村家点を打っていただいて、はい、RADIO ラジオ、はい、@gmail.com です、はい、でこの局の方にもアドレスございます。 info@892fm.com info@892fm.com こちらのアドレスでも届きます、はい、ファックスもあります、千葉 043-441-5592 043-441-5592、こちらファックスでもお便り届きますので、どしどし応募募集募っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、なんか今回は自己紹介があったりですとか、はい、あとはこうやっぱ質問でね、うん、野村家のまあこの夫婦の円満だったり、うん、ランキングだったりって聞いてくださると喋りやすいですね。確かにね。いや、なんかこうお題出してもらうっていいですね。はい、やっぱりこの日頃これ1時間ね、いや、うん、まさか我々も1時間番組というだけでもびっくりだったのに、うん、それを週2回やらせてもえ、そんなにいきなり喋っていいんですかっていうことをね、はい、やらせてもらえると思ってなかったので、うん、でね、それでね、最近何やりましたなんて我々ね、こう通常の声優さんの2人でやる番組って、はい、はい、お互いが日頃いないから、うん、最近こんなことがあってができますけど、我々そういつもいるからね、はい、新しく実はこんなことがそんなことあったんですかっていうトークがあんまりないんですよね。そうね、まあ、なんかこうお便りとかいただいて、はい、話していくともしかしたら、うん、あ、意外とそういう話してなかったなみたいなのもできるかもしれないですしね。ね、うん、なので皆さん、野村家のこう野村さんは何が好きなんですか、めいこさん何が好きなんですか、うん、とか、まあ、ランキングもそうですしね、はい、好きな食べ物でもいいですし、うん、趣味でもいいですし、何でもいいです、はい、送っていただけたらと思っておりますので、はい、ぜひ、お便りが、命です。はい、皆様のお便りにかかっております、はい、ね、お待ちしております。お待ちしております。ということで1回目はこれぐらいで終了となり、はい、次回放送は1月20日の水曜日の、うんうん、今度は打って変わって21時から夜の時間帯です ね。何が変わるわけでもきっとないでしょうけれど、ね、少ししっとりとお届けするかもしれませんが、かもしれないけど最初だけかもしれないね、はい、そうですね。1月20日水曜日21時から予定をしております、はい、どうぞ引き続き野村家ラジオを聞きに来てください。よろしくお願いします。ということで、はい、達也とめいこのほのぼの夫婦ラジオ野村家へようこそ。ここまでのお相手は野村達也と川崎めいこでした。また次回も遊びに来てね。